左のシートに解説というのがあるかと思いますのでそちらを開いてみてください。 ライム3評価係数リストというシート名で、あ違うかシート名は解説で、左上にライム3評価係数リストと書かれているところがあるかと思います。えっと、もしあの、私の方の説明が早いとか、もしくは分からないという方は、恐れろいますが、手を挙げていただいてであの、会場にいるスタッフの方にお声がけいただければと思います。で会場スタッフの方も もうちょっとわからない、もしくは手を挙げる方が多いということであれば、僕の方にお声がけをしていただけますでしょうか、よろししくお願いします。今話をしているのは、いくつかこのエクセルファイルで複数のシートがございます。でそのの中で一番左側に解説というのがあります。 でこの解説の内容について、簡単にまずは説明したいと思います。えー、とこちらでは、LIME3 の係数リストがどのような構成になっているかというところの説明が出ております。大きくは、被害係数と呼ばれるものと、あと、えー、重み付け係数と、えーあ、すみません、これもうちょっとしたい、統合化係数ですね。この、えー、シートの大きくはこの2つです。 えー、被害係数と統合化係数、この2つについて、リストがあのその他のシートに掲載されているということで、ご理解いただければと思いますで。この被害係数でございますが、いくつかのシートに分かれています。出力と呼ばれるシートと、あと、入力と呼ばれるシートです。 えと出力はあの環境負荷物質の排出による影響を評価するためのシートです。なので、気候変動とか、オゾン層破壊、大気汚染、効果構造、廃棄物、こういったものは環境への排出による影響ということで、出力という言い方のシートの中に分かれています。でもう一つは入力です。入力については、例えば資源ですね、水資源、土地資源。 鉱物資源、森林資源というように、この資源として地球から使,って使うと、採取して使うと、まあ、こういったものを入力という形で分けていますで。この入力につきましては、さらに2つに分けています。1つは生産国と呼ばれるシート、もう1つは消費国と呼ばれるシートです。でこの 分けている理由なんですけれども、例えば日本で、例えば石油を消費しますと、そうしたときに消費する国は日本なんですけれども、生産する国は、例えばサウジアラビアであったりとか、UAE であったりとか、その他の産油国があるわけです。で、実際に環境影響と,発として発生する場合は、資源を採掘している国で発生します。 でそれを輸出してで、それで輸入する国で消費がされるということになります。なので、このインベントリーの情報が生産国として情報として出されている場合と消費国として出されている場合では、環境影響が本来ここの異なってきますので、それについて分類をして分析をするということを対象として考えています。つまり日本で例えば 1トンの、えー、ガソリンが消費され、まあ、石油が消費されますよとしたときに、えー、日本1トンの石油を消費することの影響を評価したいという場合は消費国シートの方から日本の石油1トンの影響の係数を利用するということになります。一方で日本で消費石油を1トン消費するんだけれどもでも サウジアラビアから生産された石油を1トン日本で消費するという場合は生産国がサウジアラビアで1トンということが分かっているわけなのでその場合はサウジアラビア1トンの生産による影響を生産国シートから分析をするということになります。 なので、できれば評価をより信頼性高く分析をするという場合は、あのどこの国で生産している資源なのかというところに応じた分析をやる方がより望ましいです。それは、資源相手国によって環境影響が変わってくるということが評価に反映できるからです。でも、往々にして LCA の分析においては、例えば日本で消費される。 1>, 1トンの石油という形でデータが登録されていることが多いです。なのでなかなかあの資源採掘国まで紐付けた形のデータの構成になっていないことが多いので、我々としては 採掘国が分かっている場合は生産国の評価をしましょうと、で消費国しか分からないという場合については、消費国シートを用いた形で分析ができるようにしています。まあ、この消費国の場合は、そういう意味では、相手国の割合を、平均的な割合を考慮した形で分析をしています。なので、この入力の分析を行う際には、これが生産国のものなのか、もしくは消費国のものなのかというところを理解した上えで、活用していただくと。 いうことが必要になってきます。はい、えっと、この被害係数については、以上入力と出力について、それぞれ分けた形でシートが構成されているということを説明しました。同様に統合化の係数ですねえ。これもあの。 入力と出力、それぞれ分けて書いておりますので、このような分類のもとで、インベントリ分析の結果を適用するということで、計算を反映させていくということをご理解いただけるとよろしいかと思います。